フランチェスコ一世ダカルッダーラはパドバの領主、通称イルベッキオ。フランチェスコはモンチャで生まれ25歳の時に父のジャコモ二世ダカルッダーラが暗殺されると民衆の指示を受けてパドバ領主を継いだ。1356年、神聖ローマ皇帝カール五世から皇帝代理に任じられた。1360年にはハンガリーオーラヨシュ一世によって フェルトレトベル,ルーノを獲得し、トレントの貿易を支配するバルスガナも手に入れた。1372年から1373年に、かけては強力な隣国ベネツィア共和国と戦ったが、益はなかった。キオッチャ戦争中の1375年から1381年には、ジェノバ共和国に組みして、ベネツィアと戦い、オーストリア港、レオポルト三世からトレビゾを受け取った。 1385年、ベローナの領主、スカリジュ家に対抗して、ミラノの選手ビスコンティ家のジャンガレアッツォ・ビスコンティと同盟した。1387年、ジョンホークウッド率いるパドバ軍は、カスタニャーロの戦いで、ベローナ軍を破った。しかし翌年、ミラノは、フランチェスコ一世を裏切って、ベネツヤと共に、パドバ包囲網を組んだため、フランチェスコ一世は、 息子のフランチェスコ二世に上位して、ロンバルディアへ亡命を余儀なくされた。フランチェスコ一世の身柄は、ジャンガレアッツォによって、子モ、ついでモンザに移され、そこで1393年に没した。フランチェスコ一世は、芸術家のパトロンであり、パドバ大学を支援した。フランチェスコペトラルカは、彼の友人であり、アルカーニ領地を与えている。フィーナブ・ザッカリニと結婚し、 娘チェチイリアダカラーラは、ザクセンセンテイコーベンツェルにとついでいる。ありがとうございます。